なぜ久人様は犯罪に手を染めたのか。久人様コピペ、著作権法侵害、箇所。小笠原諸島は、火山が隆起してできた島で、一度も大陸と陸続きになったことがない海洋島です。では、こうした島の生き物は、どのようにして島々にたどり着いたのでしょうか。あるものは海流に乗って運ばれ、あるものは風によって運ばれ、翼を持つものは自力で、 あるいはそれに紛れて、三つの W、ウェーブ、波、ウィンド、風、ウィング、欲、によって、海を越えて小笠原の島々にたどり着き、環境に適応したものだけが生き残ることができました。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。岸田内閣で改めて有識者会議を設置して、皇室転半改正案を提出し、 小泉内閣での女系女性天皇を容認するようにするべき。ジゴロといっても過言でない反射詐欺師、小室家に長女を嫁がせ、国費を浪費させたり、長男に北九州作文コンクールにコピペ、東洋、作文を応募第2位に入賞させたり、定型更進学制度という特例を制定させ、筑波大学附属校に進学させたり、皇族としての特別扱いを縦横無尽に駆使する、 秋篠宮家の廃絶も検討していただきたいと思う。ところので、ずるや不正ごまかしは、何度目か自覚は終わりかな。ご指摘に感謝は、今年の流行語になると思うが、議系の時のような除外事項にはしないでいただきたい。範子様からの圧力で現役地区不正のアカウントが閉鎖へ、秋篠宮家の壊るべき言論弾圧の実態が明らかに、ツイッターで先日作られた、 悠仁親王の上級生築父バージョンというアカウントもそうした悠仁さまの築父入学に反対する生徒の一人が解説したものですが秋篠宮家関係者からの脅迫によりアカウント閉鎖を余儀なくされてしまいました政府が侮辱罪の罰則強化を決定した後には当チャンネルでも侮辱通報というアカウントが繰り返し次のような脅迫めいたコメントを書き込んでいます自分たちの悪事には 無罪方面をびっくりマーク。悪事を暴露した人たちには、弾圧脅迫を飽きしのからしいですが、ずるだし、不正だし、呆れるし、大嫌い。一、久人様、地区不購入学で限界警備体制区内庁は過去の刃物事件がトラウマに。24時間体制で、学校の正門前に2名の警備員を配置するというものでした。敷地の出入りも、 身分証などで厳しく管理するとしています。期間は2025年3月31日まで。久人様が卒業されるタイミングです。筑波関係者。に美術館で活動を始めた真子さん、夫婦の危機を題材にした作品の意味深き行。メットに取材を申し込むと、日本のメディアだと分かった途端に態度が高下我々の常駐スタッフに、 マココムロなる人物はいませんという回答だった。やることなす実業の悪いことばかりで、隠してばかり。どちらもいつものように、写真家たくさん添付されているが、何か合成かな。耳たぶは体幹がびっくりマーク身長がまた。と見てしまう。こちらのお姉さまが、メトロポリタン美術館にお勤めとメディアを使ってお得意の情報操作をされているようですが、 この方にこちらの文章を作り上げれるだけの文才があるとは思えない。大学も幽霊学生、英検3級程度、何のための ICU 大学やら、そんな才能があればしっかり勉学に励んでいたはず。カーペンター氏はメットの日本美術キュレーターを務めていますよね。これらを踏まえて、永久家お得意のお金を支払って代筆で M 子氏の名前のみ記載。 岸田総理が M 子子のために架空の博物館に勤めているという定位で、毎月2000万支給を容認したと言われていますが、これが本当ならまたもや国民の血税からですか。A 三家の存在がある限り、延々と国民の血税を絞り取られるのでしょうね。史上最悪の三宅、この三宅に肩入れしている政府は安倍さん以外に考えられないのですが、ここから潰さない限り、 道子様から英宮家へと終わりが見えないのでは。国民の心配の声を雑音、呼ばわりしたお方の人脈は、ご高齢により、すでに次男夫妻が引き継いでいるのでは。晩年の隠居直後の高淳皇后の周囲から、さーっとお取り巻き連中が身を引いたように次男嫁のインパクトが強すぎて、一部からは、嫁だけが悪いという印象を持たれがちだが、嫁と次男は、お仲間だよ。次男とて、 面会パワーで外務省やら公認のニューヨーク総領事やらを意のままにしているしな二重権威、上皇天皇家と言われているが、もうすでに二重権威、ポスト天皇家天皇家に移行済みだからこそ、次男夫妻の面会パワーが各方面で絶大に効いているのでは。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。 もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。皆さんおはようございます。皇室の話題。どうぞよろしくお願いいたします。今回取り上げるニュースはこちらです。記事の一部を引用してお伝えします。明治維新のテロですり変わった朝鮮人偽皇族の孫、子紐の韓国人部小室慶子とキムサラン。 偽皇族時代も、孫にも衣装でてオートクチュールのドレスに帽子でも気品も神々しさも皆無だったが、一般人になったら朝鮮人白鳥、古事記階級の先祖帰りしてあっちゅう間に見てくれも、30歳中年ヤンキー夫婦になった。アメブロシニアジャンルの中杉弘先生によるとマコと秋篠宮の本当の先祖は、千葉の朝鮮人漁師、日本の皇族とは全く関係ない。安政隆之さんと永久は、 売り二つです安西孝之さんは、道子さんの妹の亭主です。さらに、真子たち偽皇族と親戚の岸田安倍たちは、リの家という李朝鮮の末裔を名乗っているが、禅宗宗家、韓国では李朝鮮の王族の末裔をこう呼ぶでも何でもない。中杉弘先生によると、正田美て子が妹の夫の安西というおっさんと浮気して、秋篠宮が生まれたからそっくり、だそうだ。 一日も早く秋さんの DNA 鑑定と IQ の鑑定すべきです。長女の IQ もね。バカだからって威張っちゃまずいし、血筋がないのに威張っちゃまずくないですか秋篠宮の DNA 鑑定が実現するのは、サラババアミテコが死んだ後でしょうね。生きている間は、何が何でも妨害するでしょうから。小室眞子さん、ニューヨークでパパラッチの洗礼日用品の買い物を撃写され、 元プリンセスが普通に歩いてるって不思議と心配の声イギリスで最も古いタブロイド氏のデイリーメールはそう追ったジーンズにグリーンのロングコート姿のマコさんが19日に単身で店舗を訪れバスタオルやハンガーなど日用品を買い求めている姿を紹介14日にニューヨークに到着して以来初めて現地での姿が確認された各国のメディアが二人の動向を追いかけることが明らかになったことに ツイッター上では、マコさん、パパラッチされてるな、アメリカは容赦ないからな。元プリンセスが普通に歩いてるって不思議ストレスは少なそうに見えるけど、幸せに暮らせているのかはとても気になる、単純にマコさんの写真見れてよかったって思ったけど、パパラッチに否定的な意見が多いから、パパラッチって結構やばいのかなって思ってきましたな、心配する声も寄せられていた。護衛がいなくなった途端に道に迷い。 何度も同じところを行ったり来たりし人に訪ねてようやく帰り着いた。という記事もあったな。まあ自由な一般人に憧れていたらしいから本望だろうさ。経済的負担も一般人は自腹だらかな。こちらもそうしないと自由とは言わないぞ。今後の動向に注目だな。一時金は表向きもらわなかった、しかし裏では、 マンション家賃無料からすべてのレールが引かれた人生、公金横領生活多か、ひどいもんだ、決して幸せにはなれない。でも、よく考えると、このお二人は心が貧しく哀れですね。こんな周りの目を気にした不自由な生活が、果たして本当に幸せなんでしょうか。私ならお金をいくら積まれても、こんな生活は低調にお断りします。国民から祝福されて、 身の丈にあった文装王の生活が一番の幸せだと思いますが。まあそういう意味では、真子さんという方は誠に愚かで哀れな方だと思いますね。1。秋篠宮のご体調に関するご懸念が上がっている。トースポウェブ12月10日配信は、今月10日、定例記者会見で小室家について異例の説明要請をした西村康彦長官の発言の裏に、 秋篠宮のご体調への配慮があったと報じている。秋篠宮のご体調への心配は、11月20日、56歳のお誕生日会見の事前収録でも明らかになっていた。会見では、長女真子様のご結婚に関するご発言に注目が集まりました。殿下は、結婚することを認めると述べられ、お二人の結婚は確定的となったのです。秋篠宮殿下が公の場で、 マコ様のご結婚を許可する発言をされたのは今回が初めてでしたので、とにかく記者も緊張してそのお話に耳を傾け続けたのですが、例年よりもさらに解釈に時間を要する発言が多く、全国市社会部記者。最も記者団を驚かせたのが、会見終了後の殿下のご様子であるという。殿下は収録が終わった後、しばらく席に呆然と座ったまま、時折目を左右に振られ頭を抱えられたり、 ささやくような声で憤りを表されていたのです。収録時の落ち着いたご様子とは一転した雰囲気に、記者団は騒然となりました。やはり、肉体的にも精神的にも限界を迎えていることは事実なようです、当然。秋篠宮にのしかかる次期天皇としての重圧。代替わり以降、殿下が睡眠導入剤や、 SSRI といった交付安剤を服用されていることは複数の週刊誌により報じられてきた。週刊新潮2019年5月16日号は、秋篠宮は眞子さまのご結婚問題などでご辛労を重ねられ、すっかりおやつれになられたと報じている。秋篠宮殿下のこうしたご辛労に関して、宮内庁 OB の高知聖一氏は、眞子さまのご結婚問題が大きく関係しているでしょう。一方、 次期天皇としての多大な精神的プレッシャーの影響も少なくないようです、と話す。今回取り上げるニュースはこちらです。記事の一部を引用してお伝えします。道子様からの贈与で悠々自適の個室夫妻。現在の小室夫妻の収入は、基本的には、小室圭さんが法務助手として得ている年600万円程度の収入であり、税金などを考慮すると、これだけでは、 お二人が住んでいる月額50万円のアパートの家賃すら払えない状況となっています。そうした中で、お二人にとって、重要な収入源となっているのが上皇ご夫妻からの財産の生前贈与です。週刊新潮2022年5月5.1仏日号は、上皇ご夫妻から真子さんへの贈与に関して、次のように報じています。年収約600万円とされる小室さんの収入では、 物価高のニューヨークにあって月々の家賃を支払うのが精一杯だ。眞子さんには30年にわたって支給されてきた後続費などの貯蓄があり、その総額は1億円を上回ると見られるものの、小室さんが依然司法浪人であるため、遠からず資金が枯渇するのは目に見えている。それでも、猿宮内庁関係者が明かすには、実は、上孫の不慣れな異国での生活を案じられた上皇ご夫妻が、 マコさんのために私的な財産を譲り渡されるというのです。東京で入籍した小室夫妻は、昨年11月中旬に新天地へ旅立っていったのだが、10月末には、1回目の試験に失敗したことが判明し、小室さんは失意のままロークラーク、ホームジム、として働き続けることになりました。そうした夫婦の救助を前に、とりわけ上皇后様がお心を砕かれ、 当面の暮らしに不自由しないようにと真子さんの口座に一千万円ほどの金額をお振り込みになると伺いましたどう。というのだ。すでに、一千万円ほどの贈与が完了しているとされていますが、今後も毎年、上皇ご夫妻から真子さんへ、同程度の金額が贈与される予定のようです。皇室は外部との金銭のやり取りが大きく制限されており、 使用の際には国会の議決が必要と憲法で定められている。だが、天皇及び内定皇族の場合、年度ごとに1800万円を上限として、議決を経ずに財産を使用できるのだ。上皇ご夫妻が年出なさる金銭は、税法上も適正に処理されるとのことです。国会の議決が不要である上限ギリギリの額を、いわゆる生前贈与の形で使用されるのではと拝察いたします。 さらに、ま子さんの生活状況によっては来年度以降も、これに準じる金額をお送りになることが考えられますと。一方で、皇室経済法では、公共のためになす遺贈または遺産の使用に関わる場合も国会の議決が不要とされている。だが、民間人となった孫のま子さんへの使用が、果たして公共のためと言えるかどうか。上皇ご夫妻の財産から与えられた贈与とされていますが、 こうしたお金も元をたどれば、国民の税金が原資であることは言うまでもありません。このように、国民の税金を自分たちのお金であるかのように、自由に贈与してしまうことに関して、ニュースサイトのコメント欄でも批判的な意見が書き込まれています。こんなことだろうと思った国民ばかりでは、今更感満載だけど、こういうことはワイドショーでは絶対に取り上げないから慎重グッジョブ。でも、 桁が違うと思うよ。余命幾ばくもない自分たちの住まいにあれだけの豪華なものを揃えるくらいだもの。その費用のいくらかは流れているかもね。反論あるなら会計全部公表してほしい。だって、それもとは税金ですから。本来自由とは不安定でリスクを伴うものだと思います。それは実力が伴わないと維持できないものです。 それなのに都合に応じて立場を使い分け、おいしいとこ取りして実力不足なのに特別に優遇されて自由と安定した生活を両方担保させるのは現行不一致だし、もしそこに生前贈与という名目で国費が使われているなら問題だと思いますね。公共のためとは到底思えません。またしても公共より市場を優先しノブレス・オブリージュにかけるとみなされると思います。 小室夫妻が美智子様の資産を騙し取り新生活のお祝いとしては、あまりにも高額な上孫への贈与ですが、実は、このような生前贈与に関して、現在、小室夫妻が、上皇ご夫妻を騙して、お金を盗み取ったのではないか。との疑惑も出ているようです。実は、上皇ご夫妻から眞子さんへの贈与がなされる少し前に、眞子さんから上皇ご夫妻へ連絡があり、 妊娠したたとのの報告があったようなのですねさらに、ニューヨークでの妊娠には、入院費など多額の費用がかかるから、金銭的に支援してほしいとも伝えられたようです。ただ、ここには、どうやら厄介な問題があるようで、宮内庁関係者。詐欺師の子もまた詐欺師になった。年金詐欺、傷病手当詐欺、結婚詐欺から妊娠詐欺へ。それどころか、 詐欺師の子をおじを持つようになったズル人までもが、盗作氷折した作文で、図書カード5万円の仮作商品を詐取する詐欺師へと成長した。妊娠詐欺に引っかかけられた点では、国民も被害者。だって、この春には、マコドン妊娠情報が流れ、一時帰国のために例の高級マンションを一棟借り上げまでさせられて、これまた血税の無駄遣いされている。でも実際は、 お月の人間が調理する食事にピルでも混ぜているのではと言いたくなるほど、町ち腹のはずなのに一向に妊娠しない。結婚前は、親の目を盗んではまぐわり、妊娠から寿に持ち込もうとしていたのに、いざ結婚するや、夫婦喧嘩の連続で、もうお互いのムに飽きたのかもね。スカイプセックスで、大人のおもちゃであえいでいた日々が妙に懐かしいバカップルでした。 本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。